5コースは5号艇峰竜太です。軽快かつ鋭いコーナーワークで初戦白星、後半は2着と好ムード。大外に6号艇の木山和幸、進入内から1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。サンライズ Z 戦の第5レース、スローの3手が若干スタート。1幕の攻防戦、逃げる1号艇の中渡り、まくるのが3号艇の桜井、まくり出す5号艇の峰、さらには4号艇吉川と向こう正面へ。トップ争いは1番と3番この2人。スタートは前提正常でした。1号艇中渡り、3号艇の桜井、手を並べて2マークの攻防戦。1号艇中渡りが先行する。握って回る3号艇の桜井とホーム直線コースへ。トップ争いは1号艇の中渡りがリード。3号艇の桜井は2番手です。その後ろ3番手は混戦ですが、5号艇の峰、6号艇の木山が並んで、すぐ後ろに2番と4番。1幕先頭1号艇中辺り抜けて、2番手が3号艇の桜井、その後ろ3番手ならすい5号艇の峰竜太、2号艇大場元明、6号艇の木山和幸、この3艇が並んだ状態です。6番2番5番3艇びっしり並んで2周2マーク。焦点3番手最内から6号艇の木山が先行体制で回り、差し込んでいく5号艇の峰、さらに2号艇の大場とホーム側。3番手の接戦はまだ続行中で、レースは最終周回です。先頭は1号艇の中渡り周作、最後のバックへと抜けます。そして2番手は3号艇の桜井勝。さあ3番手2号艇の大場が先行、さす5号艇の峰。最後のバックは2番5番この2人に絞られてきました。内に5号艇峰竜太、アウトは2号艇の大場元明、ぴったりと並んだ状態。最終コーナー、先頭1号艇の中渡り周作、2番手は3号艇の桜井勝。さあ3番手争い、5号艇の峰が先行し、そのままリードを取りました。単独の3番手まもなくゴール。先頭1番五輪、3番五輪、5番2番6番の順で五輪、4番五輪。以上前提ゴールインしました。今1号艇の峰竜太が入っていきます。前半はラストまでもつれた3着争い、ものにしてのゴール。さあここ高枠陰線、20丸の人気に応えまして押し切りといきますか。峰の陰線です。進入内側から1番2番4番5番6番の並び、スタートしました。予選特選の第11レース、スローの3人、1番2番4番が出ていきます。さあ1マーク、逃げる1号艇の峰竜太、刺すのが2号艇の新田陽一、押し切っている1号艇の峰がトップ。スタートは前提正常でした。あっさり主導権奪った1号艇峰竜太、2番手は2号艇新田と4号艇の西村平壮。2マーク、トップで1号艇の峰折り返した後、さあ2番手の争い、2号艇の新田、4号艇の西村と競り合いながらホーム側。前出てきたのは2号艇の新田陽一です。その後ろに4号艇の西村武宏、さらに僅差で6号艇の上条義次。レースは2周目に入りました。先頭1号艇峰が抜けた後、2番手2号艇の新田が回って、2番手はしっかりと2号艇の新田陽一です。さあその後ろ4号艇の西村武宏と6号艇の上条義次が並んでいます。4番6番が並走となって2周の2マークです。先頭独走の1号艇峰竜太、2番手2号艇の新田陽一、そして6号艇の上条が待って交差する4号艇の西村、2番手は2号艇の新田が一歩前ですが、すぐ後ろに6番と4番が続いた状態で、レースは最終周回です。先頭1号艇の峰だけが抜けています。最後のバックです。そして2番手2号艇の新田の内、入り込んでいく6号艇の上条。さあ最後のバック、2号艇の新田の内側、6号艇の上条義次がへさきねじ込んでいく。2番6番2番手接戦、最終コーナー、先頭独走の1号艇峰折り返した後、さあ2番手内側から6号艇の上条が先行する。2号艇の新田陽一は外を回ってホーム側、2番手は6号艇の上条リードです。先頭1番五輪、6番2番の順で五輪、4番5番五輪。以上前提ゴールインしました。